虹三次プレゼンツリゼルルリッスン。ここからは番組のコーナーをお届けしましょう。こちらです。レジェンドオブ虹三次。100人以上が在籍する虹三次、数多くのライバーがいますが、その中で伝説を作っていこうじゃないかってことで、ギネス的なことに挑戦してね、ひたすら頑張るというコーナーです、うん、はい。いやー、来たねー、レジェンドオブ虹三次。最近結構ろくな目にやってないような気がするんだけど、あのね、うん、もうちょっとトラウマになりつつある。レベルアップだったかしらみたいな、うん、まあ難易度的にはね、なんかね、だんだん上がってってるよね、やっぱり。まあ、でも本来は、まあ、ギネスに乗れるぐらいのことをやろうというコーナーだから、うん、そうだね、これが正しいやり方なのかもしれない、うん、じゃあ紹介していきましょうかね、うん、お願いします。ラジオネームパンプキンさん。リさん、ルルさん、コンルレースター、第三次ラジオでやっていたベルモンド誰やねんゲームが面白かったのでこちらでもやってほしいですということで、はーい。いこれね、私あの分かんなくて、ね、あの私も分かんなかった。打ち合わせで説明を受けたんだけどね、一応皆さんのためにもあの、ね、説明を読み上げていこうと思います。手拍子のリズムの中で、例えば先行の人が、うん、ベルモンドベルモンド月のみたいな感じでライバーのこの名字部分、うんうん、まあ名字じゃない人もいますけど、うん、振ってそれを受けて、高校の人は、うん、ベルモンドベルモンドミトみたいな感じで、まあ、月のミトなので、うんうん、前半後半というふうに区切って、後半を言う、名前をね、うん、いう感じで、高校の人が間違えずにベルモンドベルモンドミトっていう風に答えることができたら、今度はその人がベルモンドベルモンドふにゃま樋口みたいな感じで返すんですね、うんうん、っていう感じでやり取りしていくという、返していくってことだ。ただ今は2つともライバーの名前を挙げたんですが、うん、ベルモンドベルモンド高橋みたいに実在しない、ライバーとして実在しない名字を言っても構わないと、うんうんうん、その場合はあの受けた人はベルモンドベルモンド誰やねんという風に言わなきゃ広げない、うん、なんかライバー以外の名前が出たらベルモンド誰やねんと、ね、そう、それは誰やねんみたいな、うんうん、間違ってもベルモンドで振られた時に誰やねんと言わないようにベルモンドベルモンドバンデラスでもあれってことだもんね。これを第三次ラジオ初で流行らせたいらしいからっていうことらしいですよ、うん、なるほど。いやこれ結構ね、しかも手拍子のリズムの中でやるんだよね。そうね、まあ、であの名字じゃないと、うん、さっきもちらっと触れたんだけど、例えばデビ様とかだったら、まあ、デビデビデビル様でいらっしゃるので、うんうん、デビデビとかで区切って後の人がデビルっていう、うんうんうん、私の時もそうだね、まあ、名字と名前外国人なんで逆なんだけど、うん、リゼでは後の人がヘレスタみたいな。まあ、人たちのライバーさんだと、まあかなえさんとかね、かなえみそれはベルモンドボノエ、ベルモンドボノエってもうやばいよ、ベルモンドベルモンドかなって言ったら、それはいやでもアウトじゃない、もうベルモンドベルモンドかなえって言っちゃったら後に続くものがないから、あーアウトーって感じかな。そっか、でもちゃんと言えるものじゃないとダメってことね。そうね、わかった。リズムがまあベルモンドベルモンドほにゃららベルモンドベルモンドベルモンド、私もうベルモンドが噛んじゃうからそんなに急がず今あの、うん、ゆっくりめにね、うん、行こうじゃあやってみますか。これくらいかな。あ、じゃあ先に先生様やってもらって本当なんか先行の方が、あ、わかった、じゃあ、あ、そっか、先行の方がいいのかかなと思うけどな。じゃあ行くよ。オッケーオッケー。じゃあそれではやっていきましょう、レジェンドへの道スタート。ベルモンドベルモンドリゼ、ベルモンドベルモンドヘレスタ、ベルモンドベルモンド月野、ベルモンドベルモンドミト、ベルモンドベルモンド、あダメだ。いやなんかね、あのミトって言った瞬間にミトさんでしょって思っちゃった。それはね、私が悪かった。いやなんか、ね、確かにドキッとするよね。ちょっとドキッとしちゃって、ライバーさんを普段呼び捨てにすることないから、ね、私ミトって初めて呼んだとか思っちゃってなんかドキッとしちゃってドってなるのは分かる。好きなんか出てこなかった。ちょっとカンカンカンなってないってことはまだリトライできるから、ね、ベルモンドベルモンド佐々木、ベルモンドベルモンドサク、ベルモンドベルモンドシーナ、ベルモンドベルモンドユイカ、ベルモンドベルモンドデビデビ、ベルモンドベルモンドデビル、ベルモンドベルモンド鈴原、ベルモンドベルモンドルル、ベルモンドベルモンドケモチ、ベルモンドベルモンドトウヤ、ベルモンドベルモンド夕日、ベルモンドベルモンドリリ、びっくりした。あー、誰やねん、誰が出してる、誰やねん、これ本当に忘れる、誰やねん、やめた。あ、そっか、
なってきちゃう。やっぱライブの名前って楽しかったっ難しいな。なんか次の考えてたらさ、なんかいっぱいいっぱいになるね。確かに。だって答えた後に自分が言わなきゃって思うと結構脳みそパンクするね。うん、答え考えつつ次のみたいなの、ね、でも結構リジェ様は余裕そうだった。いや、そんなことないよ。いっぱいいっぱい、あの誰やねん出す余裕なかった。もう一回やれる。あ、やった、やったよし。じゃあ、いくよ、うん、せーの、ベルモンドベルモンド佐藤。ベルモンドベルモンドいや、今時空が飛びました。ここカットされててないことになってる。あ、ベルモンドが言えない場合どうしたらいいんだろう。もうちょっとさ、もうちょいゆっくり、ベルモンドぐらいだったらいいじゃない。もうちょいじゃゆっくり目でいこう。うん、オッケー。じゃ、いきます。せーの、ベルモンドベルモンド佐藤。ベルモンドベルモンド誰やねん。ベルモンドベルモンド鈴木。ベルモンドベルモンド誰やねん。ベルモンドベルモンドほんま、マサルくん。あ、そうだ、そうだ、そうだ、ごめん、私も、あ、そうだ、鈴木マサルくん、鈴木マサル先輩、ごめん、ごめんなさい。そうだ、ほんと、ちょっと、だってダークネスイーターじゃん、鈴木さん。そうだよ、ファンつけてもらったのに、二つな。ダークネスイーターじゃん。鈴木とかいう一般名詞なんてないじゃないですか。やだな、マジで。いやー、一瞬わかんなかった。佐藤から鈴木で、よくある名字を振ったみたいに。うん、あ、やば。あ、そういう戦略です。うわー、違うけど、ちょっと待って、もう。いやー。マジでキラーワードだった、今の。ぶっ壊れた。なんかもうね、あんまり深く考えてなくて、うん、佐藤って言ったらなんか鈴木かなって思っちゃって。私もそう思った。そう、マジか。そうだね、普通に意表をつかれましたけど。さ、フルネームで呼ぶことないからさ、難しいね。いや、でも私呼ぶとき鈴木先輩って呼んでたき、いやー、くそー、悔しいなこれ。結果、私たちはバーチャルライバー的に。早い。いや、でもこれはね、私が普通に名前ミスしたし、ルルちゃんがリズムミスしたし、すべてのミスパターン拾っちゃったから。そうだね、ベルモンドがまず言えてない時点でもうね、ゲームが進んでたところある。うわ、これでもさ、ちゃんとなんかできるようになって、もう一回流したいね。ちょっと後でやろう。鈴木バサル先輩には、本当に申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんでした。ここで謝っとこう。本当に。くそこんな感じで、ワンクールのレギュラーより1回の伝説が残せそうなアイデアお待ちしております。以上、レジェンドオブ二次三次のコーナーでした。リゼレルリスお送りしてきました。二次三次プレゼンツリゼルルリスン、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、相談事、番組でやってほしいことなど、さまざまなお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス二次三次プレゼンツリゼルルリッスンまで。メールの場合はすべて小文字で、リゼルル @joqr.net、 リゼルル @joqr.net、 リゼルルの綴りはすべて小文字で LIZELULU です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてくださいね。はい、また本日から1週間後に今回のアーカイブが YouTube チャンネルにアップされます。日産チャンネルには番組の前半パートが、そして文化放送 V&R チャンネルには番組の後半パートがアップされますので、ぜひぜひチェックしてくださいね。さらに毎週日曜14時から1時間お届けするセブンイレブンプレゼンツ大体2時3時のラジオ内の番組リゼルルリンクも放送しておりますので、聞いてくださると嬉しいです。そして最後に2時3時からのお知らせです。2時3時所属のライバーデビデビデビルのぬいぐるみが、なんと2時3時オフィシャルストアにて好評予約受付中。今回なんとね、特別に実物を用意していただきましたってことでね。モニターも恐ろしい仕様に映ってるのかな、今皆さん見てるのかも。スタジオにね、あるんだよね。していただいてます。一人一つもらいたい。もらった。いや、結構ね、なんか写真見た感じだと手触りどんななのかなと思ってたんだけど、うんうん、耳もふふふふ、もう最高、大好き。もうね、ルルちゃんがね、うん、ウッキウキだった。もう離さない、これも。
これはもらえるんですかって聞いてましたからね、もらえないです我々も。でもすごいよ、ね、本当になんかね、あのね、モフモフすごいね、耳の中が気持ちいいの、うん、頭もね、うん、結構がっしりしてて、これは脳みそ詰まってるなって感じ。しかも本当にさ、結構デビ様そのまんまなんだよね。うん、うん、お顔とかよく似ていらっしゃる、うん、ね。ちなみに、どれくらいだろう、大きさ。大きさは、まあ、あの、小脇に抱えられる、抱きかかえられるくらいの、抱きかかえられるくらいです。小脇に抱えられる、デビ様は小脇に抱えるちょっと崇拝の力が足らなかった、ね、ああ、ディセッポーちょっともあれはデビ様を。いや、ちなみにね、匂い無臭だったので、うん、皆さん安心してお買い求めください。そうだね、はい、匂いはないですということで、こちら2020年12月21日土曜日までの受注限定生産となっております。契約者の皆様、待望のアイテムをお見逃しなく今日ね、いやね、まだ悔しいわ私もうね、もう一回ふつふつ悔しくなってきた、うん、いや、これ自分で言っちゃったけどさ、もういやー、やっちゃったね。いや、でもどうなんだろう、これ今日はさ、協力ゲーみたいな感じで長く続く、うん、ラリーを目的にやったけど、ね、あの相手をドボンさせる戦略で言えば、鈴木先輩はマジで紛れ込みやすいから、結構さ、なんか長く続いた時に、うん、鈴木って言うと一瞬ちょっとうんってなるかもしれない。佐藤、山田、田中の並び来たら絶対無理だよ絶対ね、分かんなくなる。いや、今も山田、田中で若干怖かったもん、いないよな、うん、ライバーと思って、うん、私も一瞬なんなら佐藤の時も、うん、待ってねって思ったんだけど、うん、いないよなと思った。104名ですからね、うん、僕恐れずに横文字行くべきだったかもね。そうだねフレンとかメリッサとかね。いやー、ちょっとなかなか後悔はつきませんけれども、うん、いつかまた再チャレンジできたらいいですね。はい、じゃあそれでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はリゼヘルエスタと鈴原レレでした。次回の放送もリッスン。